皆さんこんにちは、勉強してますか？加藤ゼミナールの高野康平です。今日もですね、司法試験、予備試験にまつわる話をですね、少しさせていただこうかなというふうに思っております。で、本日のテーマはこちらですね、秋から司法試験を始めるメリットということでね、僕もですね、この司法試験にチャレンジしてみようかなというか、その法律の勉強を始めたのが25歳の頃の、秋でしたね。割とね、何か始めようっていう人は年が明けて正月とか、あるいはその大学生の方なんかですとね、春新学期が始まってからっていうことが多いかと思うんですけども、僕はですね、やっぱこの秋に、この勉強を始めたなというね、そういう経験があります。その特に秋を選んだ積極的な理由っていうのが、あるわけではないんですけどもね、でもそれが結果的にはいろいろ良かったかなというふうに思っておりますし、今の制度においてもですね、この秋から、その司法試験の勉強を始める、そういう、メリットをですね、これあると思うので、それをね、ちょっとお話をしていこうかというふうに思っております。で、まず、前提としてなんですけども、今どういうですね、試験のスケジュールになってるかっていうところですよね。これ確認しておきたいんですけども、基本的には予備試験ルートでちょっとお話をさせていただきたいなというふうに思うんですけども、予備試験ですけども、大きく担当式試験と論文式試験と、そして口述試験というね、3段階あるわけなんですけども、まずその最初の担当式試験が、来年2023年度からはですね、この7月の中旬にね、実施されるということになります。で、この担当式試験に受かった人が今度は9月の中旬、約2ヶ月後ぐらいですね、で論文式試験を受けて、そこに受かった人が、年が明けて1月の中旬にですね、口述試験を受けるということになります。で、口述試験まで行けばですね、ほとんど予備試験合格ということになりまして、その年の7月中旬にですね、いわゆるこの司法試験、本試験というんですかね、それを受けるということになります。これもご存知かと思いますけども、令和の4年度ではですね、この予備試験に合格した人の司法試験合格率は 97.5% ですからね、だいたい予備試験突破できればですね、この司法試験も、かなりですね、合格を、引き寄せることが、できると、そんな感じになっているところですね。で、最終の合格発表というのが11月の上旬という形になっています。こういったスケジュール感になっていくわけなんですけども、ただじゃあ実際にね、この予備試験、そして司法試験、実際にどんな風にね、勉強していったらいいのかと、どんなタイムスケジュールっていうかな、で、勉強していったらいいかっていうことなんですけども、この点についてはですね、合格年度を2024年に設定するのか、あるいは2025年に設定するのかってところで、大きく2つのパターンがあるかなというふうに思うんですね。で、まずその24年ですね、それをちょっと念頭に置いたスケジュール感ですが、これをちょっと見てみたいんですけども、ここに挙げておきましたが、現在2022年の9月中旬とか、場合によったら、ちょっと10月ぐらいにね、聞いてるよって人もいるかと思うんですけども、大体そのね、2022年の秋ということになります。で、そして、この10月ぐらいから勉強始めていただいて、今も見た通り、まず予備試験、ですね、一発目の試験が来年のですね、7月の中旬ということになりますので、1年はちょっとないんですけど、1年近くあるということになりますから、かなりしっかり勉強していただければですね、担当試験の合格っていうのは決して目がないわけではないなというふうに思ってます。楽なことではないんですけど、しっかりね、対策を立てていただければね、この担当の合格は可能性ありだし、ダメでもですね、チャレンジすることに、実は意味があるというふうに思ってます。これはちょっとまた2025年のところでお話をしますけどね。で、ここでもし担当を突破できれば、2ヶ月後の9月の中旬に論文試験ですね、本当に1年後ですね、この論文試験を受けるということになります、ね。で、論文を受けた後ですね、実は口述試験対策っていうのもあるんですけども、どちらかというとここで論文まで受験された方はですね、ある程度合格の目があるんであれば、司法試験対策ですね、に入ってもらいます。予備試験と司法試験、法律の試験ではあるんですけども、若干ね、やっぱ形式っていうかね、傾向が違いますので、やはりその
司法試験に慣れていかなきゃいけないところがありますから、論文試験が終わって、しばらくしたらね、司法試験の対策に入っていってもらえるといいと思うんですね。で、まあ、その、過程で、論文試験の合格発表がありますから、合格発表があったらね、その口述試験を受けるということになります。口述試験はですね、もちろんそれなりのトレーニングは必要ですけど、新たな知識を何か入れる必要ってのはあまりないので、口頭でのやり取りのトレーニングっていうんですかね、それをやっていただければいいと、ね、で口述試験が終わったらですね、その同じ年の今度は7月2024年の7月にね、司法試験本試験が待ってますので、これの対策を行うということで、最終合格が2024年の11月ということになります。2024年の最終合格をもし目指すというのであれば、このスケジュール感ですね、ポイントになってくるところとしてはですね、やはり今から始めていただいて、来年の7月中旬の担当までの間にですね、どれだけ基本的な知識を身につけて、論文の問題に対応する能力、基礎力、これをつけていくかで、直前に担当の、対策を集中して行うということで、この10月から始めていただいて、この秋から始めていただいて、来年の夏までの間ですね、どれだけ仕上げられるかっていうところですね、決して楽なことではないんですけども、また不可能でもないです。数は多くないですけどね、やっぱり毎年、一発で合格されている方もいらっしゃいますのでね、初めから無理だっていうふうに諦める必要はないかというふうに思います。ただかなりここは勉強量が必要になっていきますので、学生さんでね、割と時間があるよとか、あるいは社会人での方でね、ほぼ定時に帰れるよと、で夜もね、しっかりと、あるいは朝しっかりとね、勉強できる時間が取れるっていう方は、この1年合格といいますかね、2024年の最終合格を目標にしてもらってもいいと思うんですけども、いやいや、ちょっとなかなかね、1日そんなに4時間も5時間も勉強時間取れないよっていう方の場合はですね、もう少し現実的な合格スケジュールを考えていく、それがですね、2025年の最終合格スケジュールかなというふうに思うんですね。で、そうしてみるとどうなるかっていうと、その次ですね、2025年の最終合格スケジュールになりますが、今2022年の秋ですね、今ここというところになりますけども、今から勉強始めていただきましてですね、まず来年の7月の担当ですね、ここはやっぱり受けてほしいと思います。2025年のね、最終合格ですから、実のこと言うと2024年の予備試験のところでね、勝負をかけてもらうっていうのでいいんですけども、ただやっぱり一度本試験を経験しておくっていうことはすごく大事で、しかもやはりこの2024年にいきなり本試験を受けるとなると、どうしてもちょっとこれね、経験がない、それからあとやっぱ間延びしてしまいますからね、一つこの中間目標としてですね、来年の7月の担当というものを一つの目標にする。ただあまりここにこだわりすぎてしまって、目先のね、勉強にとらわれすぎてしまうと、基礎力ちゃんとつかないまま慌てた勉強になってしまいますから、その来年の担当はあくまでも力試しということで、どの程度自分が今力ついてるのかっていうのを確認する意味、あるいはやっぱ本試験っていうのがどのレベルでね、試験出されるのかっていうのをね、知るという意味でね、この来年の担当にはね、一発目とりあえずチャレンジしていただくと。でもちろんここで受かれば、その年の論文最終合格を目標にですね、直前対策を立てていってもらえばいいんですけども、なかなか正直ね、厳しいかなと思うんですね。でそうするとその担当後ですね、来年の、その予備試験の勝負に向けて、改めてまた秋以降ですね、本格的な勉強をするということになってきます。ここでじっくりとね、実力をつけていくということになります。やっぱり1日の、勉強時間が、なかなかね、多く取れないっていう方の場合にはね、どうしてもこの期間長くなるとは思うんですけど、頑張ってですね、1日1時間でもいいし2時間でもいいし、できるだけ時間を確保してですね、勉強してってもらうと。で2024年の7月の担当2回目ですね、ここはもう本当に勝負をかけていっていただきたいなということになります。でそうしてみると、今から見ればですね、まず丸々1年半以上ですね、2年近くですね、準備期間がありますので、ここしっかり勉強していただければですね、この2024年の担当、そして2025年の最終合格の時間っていうのは、かなり現実的かなというふうに思っています。で、担当式試験受けて、受かったら論文
年が明けて口述試験で7月に、司法試験を受けて最終合格が2025年ということになります。まあ、こう見てもね、まあ、やっぱりちょっと長いなって思うかもしれませんが、まあ、やっぱり司法試験はどうしてもそれだけの量がありますのでね、まあ、正直簡単な試験ではないです。まあ、ここのね、議論の難しさっていうのも確かにそれはあるんですけど、まあ、僕はやっぱり一番予備試験なり司法試験なりでネックになってくるのはやっぱりその分量だと思うんですね。やっぱりこの分量に負けない、そういう勉強です。でそれにはやっぱりどうしても物理的な時間っていうのが必要になっていきますのでね、ですからこの程度の時間はやっぱりどうしても必要になってくるだろうというふうに思います。でこうしてみるとね、今から始めていただければね、まず来年の担当のところにまだチャンスがあると。でこれが例えばよし年が明けてからだね、いうようなことになりますと、もう多分2023年の担当は、まあ、なかなか厳しいかなというふうに思うんですね。今から始めればまだ2023年の担当っていうのは十分合格の可能性があると。来年のスタートで特に1月スタートなんていうのは1月結構バタバタしますしね。でまた年度末が3月とかに来ますから、社会人の方の場合には忙しくなったりしますので、蓋開けてみたら結局は4月だみたいなね。で4月からのスタートになるともうその年の7月の担当は、まあ、やっぱりちょっとこれは無理があると思うんですね。ですから今のうちに始めていただいて、その準備をね早めに始めていただくっていうのは、まあ、十分ありかなというふうに思ってます。でそうしてみると、じゃあ具体的なですね、まあ、これちょっと加藤ゼミナールの講座のご案内にもなっていくんですけども、どんな感じかということになりますが、まあ、現在2022年の、まあ、その9月の中頃ということになっていきますけども、まずその入門講義ですね、まあ、導入講義と呼ばれるものと基礎講義というものから入門講義がなってますので、まあ、ここでですね来年の春までのところでねしっかりとその基礎的な力を身につけていく、この入門講義っていうのは各科目の全体像基本となるところをしっかりと学んでいく、そういう講座設定になってます。でそれを受けた後に今度はちょっと応用的な講義になっていきますけども、総まくり講義やあるいはその基本問題演習講義ということでね、まあ、いわゆる割とシンプルな問題を使って答案の型っていうものをねしっかりと学んでいく、まあ、こう段階を踏んで力をつけていくっていう講座設計になってます、ね、で、基本問題をやった上で、その後に今度は予備試験の過去問を、潰して、実践的な力をね、まあ、身につけていくぞということになるわけですね。でその際来年の7月までのところでね、担当用の講座もありますので、もし時間的に余裕があれば担当の講座なんかも取っていただいてですね、担当試験、まあ、これ先ほど言った力試し受験をしてもらえばいいと思います。まあ、無理に担当の講座を取らなくてもね、基礎講義や総まくりで勉強したものを使って、あとは過去問とかを潰していけばね、担当は、まあ、それなり対応可能になりますんでね、まあ、できる限りのことをね、まあ、ここでやっていくということです。ただあくまでも主になるのは本来の講義をしっかり聞いていただくというところなので、ここをおざなりにして目先の担当にちょっと引っ張られすぎてね、基本が身につかなかったっていうのは本末転倒なのでね、あくまでも、この一発目の担当はもう本当に力試し、本試験の雰囲気をね、知ってくるっていう感じですかね。まあ、それを意識してもらうといいと思いますね。でそして、まあ、年が明けたところで、ですね、2024年から年が明けたところで、まあ、本格的な、その年の試験対策に入っていくと、まあ、ベースになるのはやはり何といっても論文試験になりますので、論文の力をしっかりね、身につけて、でその上でね担当プロパーと呼ばれるちょっと担当試験細かい知識が出ますのでね、まあ、それを直前に詰めていくというような、まあ、そういう対策を取っていただきまして、2024年の7月の中旬に、まあ、予備試験 の担当を受け、そして合格をして、論文を受け、そしてあとは司法試験対策に入っていって2025年ですね、司法試験最終合格を果たしていくというですね、まあ、そういった目標になっていくかなというふうに思います。まあ、ですからざっくりと見るとですね、今から始めていただくとですね、来年の担当までまだ1年はないんだけども、まあ、1年近くはあるし、さらには2024年のところの予備試験にはね、やっぱりそれなりのちゃんと時間が確保できますので、しっかりとこれは勉強できると。これが例えば来年の春とかいうことになってくると、やっぱりどうしても勉強時間がね、もうこれ半年少なくなっていくということになります。もう後ろが決まってる試験ですからね、逆算していけばやっぱり早く始めた方がいいだろうということなんですね。
で、そうしてみますとね、じゃあこの秋から始めることの、まあ、意義というかメリットをですね、まあ、実はこれね2つあると思ってるんです。で、1つは何かっていうと、これはねどちらかっていうとちょっと学生の方に、当てはまるかなと思うんですが、やっぱり割とこう大学に入ってね、いや自分はもう将来放送になるんだと思ってる人はもう大学のもう1年生1回生の時から、まあこの予備試験に受かろうと思っても春からもうすでに勉強を始めている、ですよね。で、そういった人たちはもうちょっと半年先にも、行ってます。で、今からだったらまだ彼らに追いついて、追い越していくことが可能になりますので、もしあなんか周りでもう勉強始めてるやついるなと思ったら、今年の春から始めた人に関して言うならば、この秋からでもねまだ頑張れば追いついて追い越していける、まあ、そういうねメリットが、まあ、一つあるかなと。そしてもう一つが、まあ、来年あたりから始めようかなというふうに思っているような場合にはね、この秋から始めることがまさにこれアーリースタートなんですよね。もう半年間、もう先に勉強を始めてもう一歩先を行くということですよね。来年の春になってねなんか始めようかなみたいな人に比較すればですね、もう半年勉強方法もある程度自分なりに確立されてるし、勉強の時間もねどういうふうに自分の生活の中でねその勉強時間を確保していくか、そういう学習サイクルももうできてますのでね、まあ、そういった意味ではですねこの半年っていうのはものすごく大きな意味を持ってくると思うんですね。ですから、秋から始めるっていうのはすでに始めてる人との関係でいけば、まあ、それを追いついて追い越していく、まだ間に合う時期だよ。で、逆に、来年からやろうかなと思ってる人に比べてみると今から始めることはもう半年早く始めることができますので、圧倒的にこれは有利になるっていうね、まあ、そういうメリットがありますので、まあ、ぜひねこう秋から勉強始めていただきたいなというふうに思います。まあ、僕も一番最初のお話しした通りね、この秋から、秋の予備校のコース、まあ、当時ね春生と秋生っていうのがあったんですけども、秋生のコースに入って、ですね、勉強を始めました。で、まあ、当時サラリーマンをやっていたわけなんですけども、半年やっぱり勉強してみてですね、まあ、実際に自分がこの試験に行けるかどうかとかですね、本当にこれやろうと思うかどうか、まあ、そういうある意味ちょっとこうテスト期間でもありましたんでね。で、半年勉強をねこう年内やってみてですね、秋から始めて、まあ、翌年の春ぐらいまである程度勉強してみてね、月曜から金曜までは仕事して、土曜日家で予習復習して、で日曜日にね6時間講義を受けるって、そういう受講スタイルだったんですけどもね、それを半年続けてみてですね、これいけそうだなと思ってね、まあ、翌年の春からは本気でねそれを目指すことにした。だからそういう本当に自分ができるかどうかなっていうふうに迷ってる人もね、この秋から始めることによってですね、その何ていうのかな、自分が本当にやれるのかどうかを試す、そういう期間にもなると思うのでね、ぜひ始めていただけるといいのではないかなというふうに思います。まあ、とにかくできるかできないかなんていうのは、まあ、正直やってみないと分かんないところがあるね。で、やっぱり動くことによってね先っていうのが自分の人生変わってくると思うので、まあ、ぜひね果敢にチャレンジしてほしいなというふうに思っております。それではね、また何かの機会がありましたらね、お話をしていきたいなというふうに思っております。ご視聴ありがとうございました。